疲れただろ。よう、チョウ。あ、どうも、キリュウさん。やってんな。そういや、お前とサシで飲んだことはなかったな。隣いいか。もちろんどうぞ。キリュウさんとサシ飲みなんて緊張しちゃうね。もう出来上がってるみてえだな。ハンピン・リューマンの総帥を降りて随分経ったんだよな。そだから俺はもうすっかり仇のつもりなんだけどね。まあ周りはそうは思っちゃくれないだろうな。キリュウさんこそ足洗ってもう15年以上でしょ。それでもキリュウさんは登場界4代目だし、堂島の竜だ。ああ、過去からは逃れられない。お互い苦労してんな。俺の知名度なんて偉人帳限定だからまだ気が楽。立場を捨てたことには後悔してないのか。父親から継いだものだったんだろう。当時のハンピン・リューマンはね、青木亮と近江連合に内側から切り崩しにあってさ、古い幹部も含めて大勢裏切り者が出た。組織は土台から生まれ変わる必要に迫られてたんだよ。その責任を誰が取るかって言ったら、そりゃトップの人間でしょ。それに同じタイミングでコミジルも追い詰められて、偉人帳のグレーゾーン自体が存亡の危機にあった。その難しい舵取り役は孫悲が適任だ。だから自分の判断に後悔は一つもないよ。そうか。ああ、孫悲がハンピン・リューマンとコミジルを束ねたおかげで多くの連中が救われた。彼女の苦労は並大抵じゃなかったはずだ。今でも感謝しきれないよ。くだらない質問をしちまったようだな。お気になさらず。キリュウさんは自分が死んだことになってるんだよね。だから知り合いにも家族にも近づけない。ああ、俺とこうして話してるのは問題ないの？大道寺一派にとってこの状況は都合がいいってことなんだろう。だから黙認されている。そっか。じゃあいずれ俺の店に来てもらうのもありなのかな。お前の店？俺これでも中華料理屋のオーナーなんだ。古いし狭い店だけどね、たまに自分でも鍋振っててさ。いや、たまにじゃないな、ほぼ毎日だな。元総帥が今は中華の料理人ってわけか。もともと料理は好きでさ、組織にいた頃からたまに厨房に立ってたし、組織のメンバーにも好評だったんだよ。
ボスの作った飯をまずいとは言いづらいんじゃないか。ふう、そういうこと言っちゃう？これはいよいよ店にご招待しないといけないね。ああ、行くよ。お前のおごりなんだろ？もちろん。けど、うまいと思ったら好きなだけお代を払っていいよ。大した自信だな。楽しみにしとく。もう一杯どうだ？俺はいいんだけど、キリュウさんは控えめにね。俺の腕を披露するまでは元気でいてもらわないと。勝手なやつだ。マスター、ほんと病気の身とは思えないね。マスター、俺ももう一杯。そう来なくっちゃな。一休みしていこう。よ、どうかしたのか？ん？ああ、キリュウさん、ちょっと気になることがあってさ。気になること？よかったらちょっと聞いてもらえる？聞いて楽しい話が保証できないけど。興味津々だよ。さっき見てたの？とあるグルメ系のブログでね、偉人町中の飲み屋の感想や評価なんかが書かれてるわけ。その中に俺んとこの店も記事になっててさ。だいぶこき下ろされたみたいだな。まあそういうことは。何食ってもまずい、店員の態度が悪い、臭い、汚いなどなど散々な言われようなわけ。それも単発の記事じゃなくて連日書き続けてる。言いがかりってことなんだろ？当たり前でしょ。味にはプライド持ってんの。店は古いけどきっちり清潔にしてるし。あー、思い出したらまた腹立ってきて。そいつは災難だったな。でしょ。それでそのブロガーをどうしたもんかって話なんだけど、ほっ得か何か手を打つか。さすがに桐生さんに相談することじゃなかったね。本当にそのブログの内容は間違ってんのか？じゃあ俺の料理がそんなにまずかったってこと？いや、落ち着け。味の好みなんて人それぞれだ。それはお前も分かってんだろ。そいつの好みに合わなかったってこともあるんじゃねえか？まあそりゃそうなんだけどさ。まあどういうやつの感想なのかせめて分かりゃいいんだがな。自分だけ安全なところから好きかっていうのはフェアじゃねえ。そうだね。どういうやつが書いてるのか興味深くはあるよ。いくら好みは人それぞれとはいえさ、あまりにも納得いかないから。そのブログ商売に影響は出てるのか？いや、売り上げは目に見える範囲では変わってないかな。うちは常連が結構多いからさ。
ブログ見て店を選ぶのって一元さんでしょ。だからかな。そうか。なら、あとはお前の気持ちだけだな。実はさ、キリュウさん、俺そのブロガーに心当たりあるんだよ。そうなのか。ブログが書かれた前の日に初めて見る客が来てさ、その客と揉め事があったんだ。何があったんだ。うちの店、まあオーナーが俺なのもあって事情持ちの客も結構いてさ、店内は撮影禁止にしてるの。デカデカと張り紙も貼って。でもその客が自撮りを始めちゃってさ。ならお前は注意しないわけにはいかないだろうな。そう、だから店内で撮影は遠慮してくれって声をかけたんだよ。その客しかいなければ別によかったんだけど、その時結構混んでたから。けどそれで相手が怒り始めてさ、客に向かってその口の利き方は何だって。その後もヒートアップしちゃってね、最後には店の割り箸を丼にぶちまけた挙句、二度と来るかって捨て台詞残して出てったよ。そんなことがあった翌日にこき下ろしのブログでしょ。まあ十中八九そいつの仕業かなって。コミジュルに確かめてもらうか。そういうのを調べるのは得意だろう。一応裏社会からは身を引いてるんだよ俺。ましてこんな私ごとに組織の力使おうってのはさすがにね。その日にぶん殴られるじゃ済まないかも。それはそうだ。つい手っ取り早く済むかと思っちまった。正直俺も手段としてちょっと考えたこともあるんだけどね。それでその客が記事の主だとして、とっちめるつもりなのか。ねえ、そんなことしませんよ。今の俺は堅あぎ、ただの料理人なんだから。料理には随分プライドを持ってるみたいだが、よくこらえてるな。そりゃそうだよ。だって俺、一度火がついたらもう自分でも止めらんなくなっちゃうからね。おいおい、目が敵じゃねえぞ。ま、今は酒の力を借りるとするか。気を紛らすのってのも悪くないんだね。ごめんね、しょうもない話に付き合わせちゃって。ふん、少しは気が晴れたんなら何よりだ。社長、また店の悪口でも書かれたか。それとは別でハンピン・リューマンの若い衆からのお知らせ、俺の耳に入れときたいことがあるってさ。お前もう組織から抜けた身だろう。そうなんだけどさ、向こうから連絡をよこしてくるんだよ。ちょっと愚痴に付き合ってもらっていい？で、若い衆からの知らせってのは。この前話したブログの記事のこと覚えてる？うちの店をネットでこき下ろしてるやつ。ああ、店でトラブった客が書いたかもってやつだよな。そう、そいつを今ハンピン・リューマンのイケイケがいろんなツテ使って探してるんだって。長さんの店をけなしてんのはどいつだって目ちばしらせて、もし見つけたらちょっと物騒なことになりそうでさ。まさかお前がけしかけてるんじゃないだろうな。
そんなわけないでしょ。若い連中が元ボスへの悪口を許さねって息巻いてるわけか。ああ、裏の世界はメンツが命だからね。キリュウさんには釈迦に説法だけど。じゃあほっといて様子を見るか。そのブロガーを助けてやる義理もねえしな。無関係のふりして若いもんが制裁加えるのを期待して待つって。聞いてるだけで胸くそ悪いな。ほっとくわけにはいかねえ。お前も難しい立場だな。それでその動いてる若いのはどれくらいの規模なんだ。大勢だね。50人まではいかないと思うけど。だいぶ多いな。けど中心メンバーは4人。俺がハンピン・リューマンの総帥だった間、自分らで四天王を名乗って俺の周りに張り付いてた奴らでさ。総帥の親衛隊ってところか。可愛い奴らでさ、ただ血の気が多いもんだからよくやりすぎてた。彼らが一番ブロガーに腹立ててるから、まずそこを止めないといけない。お前も大変だな。組織を離れても神輿に担がれてるうちは静かに暮らせねえ。キリュウさんがそれを言うんだ。こっちの話は堂島の竜のスケールとは比べ物にならない。まあでも俺らこの悩みについては仲間だよね。こんな話他の誰にも相談のしようもないじゃん。道理でお前とは気楽に飲めるわけだ。同じ悩みを愚痴れるんだからな。お互いに貴重な存在だね。大事に扱わないと。違いね。真面目な話さ、キリュウさんは何でもかんでも自分から背負い込もうとしてるように見える。自分の先が短いことにもすぐ覚悟決めちゃってさ。そうでもないさ。悩んだり迷ったりする時間は十分にあった。それでも俺はもっとあがいていいんじゃないかと思うんだよ。キリュウさん、あんたは自分が伝説の極道だからってカッコつけすぎなんじゃない。どうしたんだ急に。前から思ってたことだよ。差しで飲む仲だし、俺もしょうもない愚痴を聞いてもらうくらいには腹割った。そろそろ行ってもいいかなって。それともまだ踏み込むには早かった。いや、それなら重く受け止めておこう。貴重な飲み仲間の忠告だ。そっか、一緒に飲んだ甲斐があった。手間のかかる人だよね。今日の酒はなかなかしみるな。幼長、隣か。いいけど、キリュウさんは控えめにしてよ。分かった。気遣わせちまってすまないな。本当だよ、俺こんなこと言うからじゃないんだよ。そういえばこの間の話に新しい動きがあったんだよね。この間の話？ブロガーの話。うちの店をこき下ろしたやつね。ハンピン・リューマンの若い連中がさ、そいつの身元をついに割っちゃったんだよ。おい、それは
まずいんじゃねえのか。命までは取らねえだろうが。だからもちろん手を出さないように念押ししたよ。その場で連中も分かりましたとは言った。でもなんだ。俺の親衛隊を自負してる子たちだからね。俺のメンツを俺以上に気にする奴らがこのままおとなしくしてるとは思えなくて。ならどうするんだ。だから俺はこうも言ったんだ。もしもこの先例のブロガーの身に何かあったら、その瞬間俺は自分の店を畳むって。何？無関係の事故だろうが何だろうが例外はなし。ブロガー君の安全が破られたら、俺はその時点で無条件に店を辞めてこの町も出るって。いいのか。お前にとって大事な店だったはずだろう。そりゃね、腕磨くのだって楽じゃなかったし、こんなことで店を畳むなんて馬鹿げてるし納得はいかない。それでも他に手はないってことか。あとはブロガー君が安全に暮らすことを祈るよ。もし彼が単に事故ったりしただけでも俺は店じまいだ。これで若い衆は一応収まりそうだな。うん。ただブロガーは今でもほとんど毎日俺の店の悪口を書き続けてる。もういい加減勘弁してほしいよ。そういやブロガーってのは結局どういうやつだったんだ。ごく普通の一般サラリーマン。案の定店で揉めた男だった。ただ最近自分が嗅ぎ回られてることに気づいたみたいで、今はどっかに雲隠れしてる。ほう、案外鼻が利くんだな。そいつの一人暮らしの家は留守のままだし、会社も休んでるんだってさ。住んでたのはこの辺なのか。そうだね、住所は中華街の近く。その辺の店のことなんかもブログに書いてたよ。そっちの記事はちゃんと的確な食レポしてたのにね。味の分析はなかなか年季が入ってたよ。それはまあいいとして、ネットでお前の店をこき下ろすのは早いとこやめさせた方がいい。そいつの身のためにもな。そうなんだよね。本人がどのくらい危機感持ってるかはわからないけど。ブロガーに警告してやったらどうだ。直接じゃなくてもブログにコメントくらい書けるだろう。それだと逆に脅してるみたいだし、火に油じゃない。ふん、言われてみりゃそうだな。しかしネットのこととはいえ、ブロガーもハンピン・リューマン全体に喧嘩売るつもりはなかったはずだ。まさかこき下ろした店のオーナーが元総帥なんてよ。運が悪かったのは確かだね。けどもっと悪いのはあいつのマナーだったよ。人ん家を無断で撮影して一言注意されただけで逆ギレだもん。それで一方的にネット越しに喧嘩売ってきたんだから、少しは懲りてほしいよね。だがお前が店を続けるにはそいつに穏やかに過ごしてもらわなきゃならねえ。じゃあ乾杯するか。ブロガーが平穏に過ごせるように。そうだね、仕方ない。こんなに気が進まない乾杯もなかなかないね。まったくだ。
いやあ、キリュウさん、いいタイミング。ちょっと時間いい？ああ、構わねえよ。一杯付き合うぜ。いやそうじゃなくてね。ん？今から俺の店で集まりがあってさ、ハンピンリューマンの若い衆たちにご馳走すんだよ。ほれ、俺をこき下ろしたブロガーがいたじゃん。そいつへの怒りをこらえてくれたご褒美。おう、そりゃいいな。で、よかったら桐生さんもどうかなと思って。いいのか？仲間内で集まるのに邪魔じゃねえか？なわけないじゃない。それにそろそろ俺の料理ご賞味いただかないとね。そこまで言われちゃ断るのも野暮か。そう来なくちゃ。長さん、お招きありがとうございます。長さんの料理、本当にうまいんでめっちゃ腹すかしてきましたよ。ゴチになります。恐縮です。やっぱり俺は場違いじゃねえか？そんなことないって。ちょっと店で飯食うだけなんだから。あ、おい、ちょっとあいつを見ろよ。ん？あれ、あいつは。いや、みんな見てくれ、この野郎が俺らを盗み取りしてやがった。なんだと？あ、そいつ例のブロガーじゃねえか。キレイさん、ちょっとまずいなこれ。本当に例のブロガーなのか？ああ、そうみたい。おら、お前が何しようとしてたか言えや。何のことだか分かりませんよ。これは拉致監禁でしょ。やめてくれません？なんだよ、どういうことなんだ？この野郎、また長さんの店をこき下ろす気でいたんだよ。で、そのネタを探しにわざわざこんなとこまで来たってわけだ。別にいいじゃないですか。まずい店をまずいと書いて何が悪いんです？言論の自由っていうのがあるじゃないですか。てめえ、この人数に囲まれてよく言えたな。その度胸だけは買ってやるよ。ねえ長さん、どうしますかこいつ。やっぱり一度閉めた方が良くないっすか？何言ってんの君ら。ダメだって、仇相手に。残念ながら彼の言う通り、自分のブログに何を書こうが勝手だし。いや、騙されませんよ、ハンピンリューマンの黒幕が。ん？知ってるんですって、こっちは全部。俺のこと偉人町で部下に探させてたでしょ。チンピラが血眼になって俺を探してるって聞いて、だからこっちもあんたを調べたんですよ。あんたがこの人たちみんなのボスでしょ。元総帥でしたっけ。自分は関わらないふりして後で手下に俺をやらせるわけですか？待って、それ誤解だって。大丈夫、誰も君を襲ったりしないよ。なあ、みんなそうだろ。せっかく集まったんだから予定通り飯を食おう。もう仕込みもバッチリできてんだな。というわけで、これから内輪のパーティーなんだ。俺らはこれで失礼するよ。本当に？うん、本当。いや、待ってください長さん。このままそいつ返したら今のことだって面白おかしくブログに書かれちまう。まず俺らを隠し撮りしたスマホも取り上げねえと。何言うんですか、そんなの嫌ですよ絶対。しかもこいつ、長さんが俺らのボスってことも知っててここまで来てんです。なめてんですよ、どうせ俺らには大したことできねえって。違うって、舐められてんのは俺だけ。ほら、もうよさ。いい加減にしてください。あんたが舐められてるってことは俺らも舐められてんだよ。ジョーさん、いくら組織から身を引いたつっても俺らは今もあんたを見越しに担いでるんですよ。なのにそのあんたがふわふわしてっから
俺らまであんなブロガーに安く見られちまう。ああそうだな、ハンピン・リューマンだって勝手に放り出してコミジュルと合体させちまった。偉人帳の協調だの融和だので好きにしのぎもでかくできねえ。あいにくだけど俺のやり方が気に食わなきゃ偉人帳を出た方がいい。前にそう言ったはずだよ。そりゃ無理ってもんです。俺らはあんたに憧れてた。そばにいるやいつかあんたみたいになれると思ってた。普段は力が抜けて軽いのに、いざって時には冷酷で頼れるカリスマでしたよ。以前はね。そろそろ目覚ましてくださいよ総帥。こんなプロガーに舐められっぱなしなんて、そんなの超天優じゃないでしょうが。まずはこいつ血祭りにあげましょうや、ハンピン・リューマン復活の景気づけに。俺はこの人に何かあれば自分の店を閉めるって言った。その言葉今も有効なんだよね。だったらちょうどいいでしょ。もう料理人なんかやめて戻ってきてくださいよ。料理人なんか。そうですよ長さん、いや俺らの総帥。俺らの総帥やってやりましょうや総帥。俺の後ろにいろ。嘘でしょ、俺殺される。分かった分かったよ、お前らの気持ちはよく分かった。本当っすか、それじゃあまた俺らと一緒に。いやこのブロガー君には指一本触れさせない。たとえ力ずくになったとしてもね。話通りの血の気の多さだ。迷惑かけて悪いんだけど、キリュウさんはブロガー君を逃がしてやってくれない？こいつらは俺が止めるからさ。ちょっと待ってくださいよ、じゃあ長さんはそいつをかばうために俺らとやり合おうってんですか？ずっとあんたを信じてついてきたこの俺らと。俺は自分の店を守りたいだけだよ。これがお前らの言う料理人なんかの意地ってやつ。わかりましたよ、ならいいです。もう腰抜けのご隠居は引っ込んでるや。手貸すぜ長。こいつらが前に言ってた四天王だろ、さすがにお前一人じゃ食いきれねえ。それはどうかな、俺は今腹ペコだからね。ふかしてんじゃねえぞ。本気で来たよ、調子出てきたぞ。覚悟できてる。よく吠えるね。そりゃあれ楽しませてくれよ。寝てるな。手加減はなしだ。目立っちゃおうかな。どうした。調子出てきたぞ。なんとかますよ。あれやっちゃう。やるか。とっておきの技。味わってもらう。まだまだ余裕ありすぎ。戻ってきてください。
もったいねえっすよ。お前らの気持ちは嬉しいんだけどね、俺が総帥に戻ろうとすれば偉人帳は割れる。そんなことは絶対しないって約束で俺は総妃に全てを託したんだよ。でもあんたは俺らの憧れだったんです。もしその気になってくれたら今度こそどこまでもついていきますから。そっか、じゃあ聞くけどさ。はい、何でしょう。お前らがずっと憧れてきた超天佑ってのは、一度誓ったことを簡単にひっくり返すような男なの？その程度の器だと思われてたんだ、お前らの中で俺って人間は。いえ違います。だよね、ならよかった。おい、なんです？今の喧嘩ずっと見ていたろ。悪いことは言わねえ。もうこいつらには構うな。ネット越しに安全なつもりだったんだろうが、今までお前が無事でいられたのは蝶のおかげだったんだぜ。すみませんでした蝶さん。お店について書いたブログはもうすぐに削除します。この辺りにも二度と近づかないんで、今までのこと勘弁してください。いいよ別に、ブログは削除しなくても。え？でもね、これだけは聞いておきたいんだよ。この前君がうちで食べた時、本当に俺の料理はまずかったのか？それはその全然まずくなんてなかったです。ん？はっきり言わせてもらいますと、めちゃくちゃうまかった。なんだと？中華街でもあれほどの味はありません。だからブログで言葉を尽くして褒めようとしてました。どうやったらこの味をみんなに伝えられるか、それこそ頭から煙が出るほど考えてたんです。けどそんな時、急に蝶さんから撮影を遠慮してほしいって言われて、せっかく頭に浮かんでた表現がポーンと弾けるように消えました。それで頭にきて気がついたら、店の割り箸を丼にぶちまけたんだな。その説は本当にすみませんでした。俺どうかしてたんです。俺は蝶さんを褒めようとしてたのに、それなのに店の中で恥をかかされたって、そう思っちゃって。可愛さ余って憎さ100倍ってやつか。なるほど、でもそういうことなら気の毒だけど、このまま返すわけにはいかないな。え？あのそれはどういうことでしょう？おい蝶、お前一体何を？ふん。さあ今日はしっかり食べてってよ。例の頭に浮かんでいた料理の褒め言葉、一言一句はっきり思い出してもらわなきゃ。でもいいんですか、こんなにごちそうしてもらって。いやあ君、他の店の批評は正確だったからさ、誰よりも俺が君の本当の感想を聞きたいわけ。蝶さん、俺そんなこと言われるのブログやってて初めてですよ。じゃあお言葉に甘えていただきます。ああお上がりよ。はっ、おお、うまい。やばい、おいしい。おい、どうなんだ蝶、これは結局うまいとやばいしか言ってねえぞ。最高の褒め言葉じゃない。ほらまだまだあるからね、よく味わって。はあ、最高っす蝶さん、マジうまいっすよ、もう止まらない。いやー、
桐生さんには本当迷惑かけちゃったよね、思いがけず。ああ、おかげで飯を食い損ねたよ。あのブロガーはよほどうまかったみてえじゃねえか。出された料理全部食っちまいやがって。あれ、結局桐生さん全然俺の料理食べてなかったんだっけ。そうだよ、驚いたことにな。ああまあ、またいつでも機会はあるでしょ。こうやって飲み友達になってるわけだし。ふん、それもそうか。しかしなんだな、さっきの喧嘩っぷり。若い衆がお前を惜しむ気持ちはわかる。リーダーの器があるのにもったいねえってな。そうは言うけど、ガキの頃は俺最初から組織のボスになるよう育てられたわけでさ。物心つかないうちからそういうもんだって言われて、親父から組織を受け継いだ。今そのポジションを離れてみたら、急に新しい世界が開けてきたわけだよね。そう簡単には手放せないよ。その新しい世界が料理人の道か。そう、そのいくらでもある可能性から俺が自分で選んだっていうのが重要だったんだ。ふん、なるほど。豪快な火で鍋を振って、うまいもん食った後の客の満足した顔を見る。俺は今そんな生活が新鮮で気に入ってるんだよ。あとはこうやってさ、時々仲間と一緒に酒を飲めたらもうそれで十分。そうか。そいつは欲のねえことだな。俺に似合うのはお着替えタイム。俺に似合うのはお着替えタイム。お疲れ様です。